glad he's released. Second glad his elbow. Chojo Miyagi-sensei was renowned for his ability to tear raw meat into strips with his bare fingers before placing it into the frying pan. Anyone who has experienced the grip of a Goju-ryu master will testify to its ability to deter even the hardiest opponent and cause extreme pain, as well as, if necessary, extensive damage. Another weapon in the Goju-ryu arsenal that is developed by intelligent and systematic training. Then fingertips. Then thumb. Then this glove. And two finger glove. Third way. Thumb. And twist. Then grabbing. Then grabbing. Even the feet, toughened by regular training, can be used as weapons of assault. A straightforward but practical fighting art developed by the people of Ryukyu abounds in a kaleidoscopic array of intriguing techniques. Joint locks, throws, and attacks to vital acupuncture points. In fact, karate is a fountainhead of martial arts knowledge. Okinawa no T ga, いわゆる陶磁作画と言われたゆえんはですね、唐に行って中国に行って中国の武術、今まで沖縄にないいわゆる神経とかそういう筋な相手の筋肉を掴んだり急所を掴んだりする技を特に稽古してきて、それを入れたがために唐里作画はその違いがあるということで、 そこに一攫千を引く意味で彼は唐里作画と呼ばれるようになって、いわゆる中国のオキュパンクチャーといいますね、あの針球の経絡の技を空手の中に取り入れる武術。空手 T の違いはどこかというと、経絡を打つんです。いわゆる相手の急所を狙う、あるいは曲がらないところに曲げる、あるいは曲げるところに曲げるけど、その回転によって相手を投げるというふうなのが、いわゆる T の基本になってますね。こう入りますね。こう入って、こう入って、こう入って、ボールです。ボール。この技とか、あるいはこう、ついてくると、こういきますね。で、これを下に、こう下げます。こう。下げていって、これを、ここで思い切り踏み込みます。バンと踏み込んでいって、これに乗っかって、これを持ってきます。で、これを、打ち込む。掴みますと右側の方に力をちょっと入れます。その時には正下三連、へその下に力が入っています。で、指を開いて横にちょこっといく感じで持って、親指から先、小指から先に入って親指を捻転して手を押さえて下に、相手がこう掴んでくると上からかぶせます。そして腰を落として顎に当てる感じでいきます。掴むと同時に下から上げて相手の筋肉を引きます。それで全部力を入れて体を、あの手を牽制しながら回ります。で、もう一つの方法はこう胸ぐらを掴んでくると手を顔の方に行きます。で、この手を掴んでこう来ます。相手の親指をこう掴んで45度に押し込みます。
もたこういうふうに入れていきます。こう入れていって、抜き手の、抜き手の練習でこう入れていって、こう抜きますから、こう入れていって、抜き手を45度下に落とします。落として決まらなかったら、決まらない場合は、これを即、これに変えて、分かりますね、もう。やったらもう終わりですから、こういうふうにやって、こう入りますと、首が折れてしまう可能性がある。相手が無理して、こう、突っ張っていった時は、これに。で、こう、顎を右に送って、蓋、顎がこっちに送ったら、逆に、跳ね返そうしますね。跳ね返す力を利用して、パンと反対に回す。約36ぐらいが急所と言われておりますけど、18という人もいますね。もちろん最大の急所は筋的とか目とかね、喉とか首の後ろとか、それから脇の下とか、指の先とか、そういうところがあります。そこは打っていけない七札といいます。打ってはいけない場所。よくちょっとだけ打ったんだけど相手が気絶したとか、ちょっと軽くやったんですけど、裏剣やったんだけど、正剣よりもはるかに効く場合があるんですよ。正剣の場合はここから持ってきて強くつくんですが、まあパワーがある時とない時がありましてね、それよりもパーンと軽くスナップで打ったんだけどひっくり返るという場合もあります。ここの急所とこの急所を押さえてます。指はこうです。ですからこれ押さえないから、これ押さえた格好で、今押さえてませんから、押さえた格好でこれを両方一気にやると神経が麻痺します。相手がこう掴んでくる、下から掴んでくるとここに中所がありますので、これを差し込むの、持ち上げようとする力で開くんです。開くところに入れてあげるんです。それからもう一つ、これをこう取っていくと、あ、浮き上がります、体が必ず。これを上に突き上げていく。The following exercises are meant to enhance coordination.And balance the body's hemispheres as we begin the more advanced asymmetrical katas. This particular exercise is good for flexibility of joints.
Our physical bodies are a part of the earth and are therefore subjected to the forces of gravity. Like the earth, our bodies have two hemispheres which need to be balanced.